2月27日東京江戸川中央ロータリークラブから e リビングへ書籍の寄贈が行われました。 e リビングとは区の子どもの成長支援の取り組みの一つで、勉強や食事のサポートを通して悩みのある子どもも安心して過ごせる居場所です。今回は子どもたちの健やかな成長を願い、251冊の書籍が贈られました。寄付された書籍は e リビング内の書架に配置され、子どもたちに自由に活用される予定です。